こんばんは、平井博明です。ですね、小屈やります。え何それ、これ何のチャンネルだっけ。え何のチャンネル。マイナスワンナットゴルフ。ワンダウンゴルフですよ。そう、ワンダウンゴルフ、ワンダウンゴルフ、ワンダウンゴルフ、新しいチャンネル。そうでしょ、始めたの。うん、セカちゃんですよ。そう、うん、記念すべき第一弾。記念すべき第一弾。これは、うん、でこうやって笑ってるから怒られるから、食事してる人にまたバカにしてるって。平井博明のワンナップゴルフ。これはもうダメだ。じゃ あ言っても多いの、やっぱりやってる人。うん、小屈。あれでも日本人でできる人いるんだっけ。形はできる人いっぱいいる。でも結果を出せる人は少ない。ああ、その思った通りと球が打てる人がってこと。そうそう、だからそれを含めてできる人が少ない。あ、だけど多いの。教えてる人が多いってこと。教えてる人も多いし、引っ張ってきちゃう人が多いの。ああ、小屈小屈小屈って。でもあんまりそういえば YouTube で見たことないな。調べてみようかな、小屈。小屈って検索したことないから。もう石ころ投げで当たるから。本当。あ、そうか。でなんでこの動画を撮ろうとしたかっていうと、小屈、俺全然やらないで。そうだよね。うん。で、やらないし、興味もないんだけど、全然やり方が合ってない。そんぐらいわかるさってこと。あ、そうなの？うん。え、やんないのにわかるんだ。全然わかる。結局ゴルフの理屈っていうか、そういうものと合ってないことをやってんの。小屈が悪いわけじゃないの。小屈のやり方が合ってない。あ、そうなの？そう。だから、それを俺考えると、小屈の、このやり方とか、いろいろ言ってっけど、ちゃんとした教え方してんのかなと思っちゃう。あ、そういうこと？小屈に罪はないんだ。ない。どうぞやってください。俺は責任取るんだけど、どうぞやってくださいなんだけど、そもそも小屈をしたら、クラブがどっちから入んなきゃいけないことぐらいわかりますよねってことを言いたいわけよ。まあ、いつも言うやつね。そう。インサイドからシャローに入れなかったら、小屈はダメなの。だけど、インサイドシャローから入れてないのね。逆に言えば、インサイドシャローに入れたい時に小屈するってことだよね。そっちが先にあるっていう。まあ、そうだね。でも、俺、インサイドシャローから俺入れるけど、入ってたら。まあ、やんなくても入れられんだ。そう。入れられる。ただ、やっても入れられる？やっても入れられるっていうか、やるとそっからしか入れられないのかな。入れた方が良くなる。っていうか、何が言いたいかっていうと、小屈して、こう入んのよ、みんな。アウトから。そう。それで、こう来たら、こう行く。そっちしか行かないよね。そう、行かないでしょ。行かないから、緩んでこう出すの。右に出すわけ。はいはいはい、はい。そう。それで、左に行かせないようにしてんの。うん、でも、うん、言っちゃえば、緩み、開き、うん。で、左に行かないようにしてるから飛ばない。そうだよね。そう。意味ない。本当に。だからそれぐらいなことをやってるっていう認識をまずしなきゃいけない。うん、だから、こう小屈するじゃない。うん、で、インサイドからシャローにこうやって入れるじゃない。うん、こうやって。こうやって。うん、まあ、できないけど。あ、でも一番ぐらい打ってる。そう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 。簡易的にやるよ。うん、こうやってドローが出てさ、うん、9番でバックエッジまで行くよ。9番ね。で、あれでさ、155とかぐらい行ってるわけよ、9番で。だそんぐらい飛ぶのよ。ロフト立てるからね。で、今は、まあ、わかりやすいかどうかわかんないけど、わかりやすいと思ったように、ここだけこうやって入れてるの、こうやって。上はできないから。そう。で、要は小屈してインサイドシャローにこうやって入れてんのね。それで打ったから、ああやって飛ぶんだけど、それぐらいインサイドシャローから入れなかったら、ああいうターゲットが飛んでいかないよってことだ。でも、俺がびっくりしたのは、小屈してんのにオンプレーンに振りたがる。ああ。小屈したぶん左行きますよねってことじゃん。あ、そうだよね。あ。で、それ左行くよねってことで、はい、その左を、こうやって緩まして開かして、まっすぐ行かしてたら、飛ばないよねってことが分かってない。うん、それやってる人はそれで満足してるってこと？いや、それでできたと思ってんのか、
いや、怖くて、小窟はしたいけど、こうやってまっすぐ仕方なく打っちゃってるのかわかんないんだけど、もうそれはもう大変だ。楽しくないと思う。あ、そう、気持ちよくない？そう、打った感もないし、緩んでるからね。それで。体をやったとあるから。あるある。ある。だから、俺が怖いのは、うん、それで緩んだつもりになってない人が余計怖い。あ、それにも気づいてない。気づいてない。それが100だと思ってる。そう。それはもうダメだよね。それで、そういう人が、俺試しに、例えばフェイスアングルまっすぐで、普通にこうやって、バチンってヘッドを出してね、こうやって打ってもらったら、小窟より普通にこうフリップだったり、ローテーションして打った方が飛んだってことね。それはレッスンでそういうことがあったの？あったあった。あ、そう。全然ある、全然ある。だから、何のための小窟になっちゃうのって。だから強い球を出したい、ラインを出したい、とにかく球をね、ロフトを立てて、ストロングロフトにして、球を飛ばしたいとかが、その代わりコントロールもしたいとか、いろいろ欲が入ってきた時に、まあ、小窟やったりとか、いろいろするんだろうけど、その意味がなくなっちゃう。緩んで開いて、左行かないようにってなってるから。そもそも何のために生まれたやり方なんですか？そこは多分俺より皆さんの方が詳しいと思う。ああ、そっか、うん。だから、まあでもそもそも、そもそも小窟してんだから、フェイスアングルは、ノーマルからしたら、ラインがノーマルからしたら絶対小窟だけ入れたら左向くんだからってことが分かれば、うん、やることはこの辺決まるよね、変わってくるよねってことが分かんなかったらダメよねってこと。うん。そんなのこうやって小窟してオンプレイに行ったら左しか行かないからね。そうだよね。左向いてんだもんね、そうが。だから、小窟に悩んじゃダメだよって言ってんの、俺、毎回。当たり前のことで悩んじゃってんだから。落とし穴見えてんのに、落とし穴に落ちたよ。本当に。そうなんだ、うん。なんでそれ入れたかだよね、だから。そうだね、そうだね。なんでやりたいのか。素朴な疑問として俺は聞きたい。そうだよね。うん、本当にいいんです。小窟してもいいんですよ。本当に。それが悪いわけじゃない。ただ、ちゃんとしたやり方を身につけてやれば、もっとうまくいきますよってことが言いたいだけなんですよ。うん、ただ、それが、ほど遠い方が多かったんで、だからもうちょっと、こう、思い切った動き、ダイナミックにやることってすごい大事なんですよ。スイングプレーンって本当変わんないんで、あんまり。ちょこっとのイメージだと。だから、ただ小窟を思いっきりやるじゃないですか、うん。やればやるほど的なところがやっぱあるので。こうやって、これぐらい小窟して、うん、変な話、これぐらい小窟したら、これぐらい閉じますからね。うん、これをまっすぐ行かすって言ったら、こうですよね。ってことは、こういうインパクトを迎えてなきゃいけないってことなんですね。うん、そんな大げさにできますかってことなんですよ。だそれが、できるかできないかですね。で、そんぐらい被った状態に、近い形でインパクトを迎えるんだったら、それをカバーするぐらいインサイドからシャローに入れなかったら、まっすぐは飛んでいかないってことなんですよ。うん、それが分かんないと、小窟が難しいってことになります。うん、それだけ、お願いだから注意してください。プロでやってる人いる？ザンダー、シャウフェレとか、ジョン・ラーム。外人だ。あ、ほとんどカタカナの。あと、あれ、中島啓太くん。やってんだ。中島啓太くん。まあ、彼は多分それでしかやってないんじゃない？あ、そうなんだ。まあでも、めっちゃ飛ぶけどね。やっぱパワーがある。ああ。詳しい方からしたら、うん、そうでもねえよって言われちゃうかもしれないけど、これ俺の勝手な意見ね。うん。ダスティン・ジョンソンと中島啓太くんの手首の使い方なんかすごく似てると俺は思うんだね。へえ、うん、そうなんだ。うん。まあ俺それ勝手な意見でさ、海外の方の顔が一緒に見えるのと一緒みたいなことを俺今言ってるのかもしれないけど、小窟してれば何でも一緒に見えるみたいなことを言っちゃってるのかもしれないけど、でもダスティン・ジョンソンと中島啓太君はインパクトら辺の動きはなんとなく俺は似てるような感じはさ、見ててね。こうやって。そうなんですよ。こうやって使うからね。まあなんかまあ難しいですよ、とにかく。うん、だからその辺は自分に合う合わないって判断をしていただいてから楽しむ程度にやっていただければと思いますね。はい。体壊さないようにお願いいたします。はい。では動画の方以上になります。小窟
は、最高ですっていうやり方ができれば、ちゃんとしたやり方ができれば、まあ素敵な結果が得られますよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。